リフティングのトレーニングということで、段階的に、リフティングを取るね、上手になれるようにちょっとトレーニングしていくやり方を解説していこうと思います。目標ね、まず100回やりたいということで、じゃあ合計の回数をまず100回やるっていうことを1日の、目標にしてやってみましょう、ね。まあ、当然ね、いきなり一発100回とはいかないと思うので、まずはね、100回を目指して、10の位、ね、だけを足し算できるようにしていきますね。10回だったら、ね、1個足せます。もちろん20回に行けば、ね、一気に20足すことができます、ね。1の位は切り捨てていくので、11回でも10回です、ね、25回でも20回です、ね。じゃあ数えながらやってみます。はい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、22で落ちちゃいましたね。で、そうすると記録は20回ね。20回を足してください。はい、じゃあまた引き続きいきます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13回で落ちちゃったので、記録は10回を足してってください、ね。はい、じゃあ引き続きいきます。3、4、5、6、7、8。ああ、残念。8回で落ちちゃった場合は、記録は増えませんね。ゼロです、ね。こういう感じで、チャレンジしてみてください。もしも、この、ゴールの100回が、ね、もう簡単になっちゃった ねっていう場合は、その100回を、今度は200回に増やしてみたり、ね、もしくはカウントできる数を20回からとか30回からとか、ね、っていう風に増やしていくことで、ね、ノルマをちょっとずつ難しくして、ね、やってチャレンジしていってください。じゃあ、バイバーイ。